今日は週末の休日、久しぶりにゆっくり図書館で本探しです。ミステリーにしようか、歴史ものもいいな、たまにはラブストーリーも、なんて考えながら探すのが何より楽しい平和で穏やかな時間です。だけどこの平和は当たり前じゃない。ほらね。大丈夫ですか？ああ、大丈夫です。心配なさらず。当たり前じゃない。そう考えると、今日という日が特別な一日に思えてきませんか？カンボジアでは病院食の提供はなく、患者の食事はご家族が用意するのが一般的なんです。へー、日本とはだいぶ違いますね。参考になります。吉澤さんはいつも勉強熱心ですね。ベトナムに赴任してもう1年になるので、もっといろんなこと吸収したくて。はあ、それでカンボジア視察というわけですね。はい。だからノー、あ、ノーマニー？イエス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 。だからですね、ちょいと外まで I have to go。 おー、ノーノーノー、ストップストップストップ。いや、逃げようとしてるんじゃなくて、 You have to pay the money here right now。 マニーをゲットしね。あの、お困りですか？あれ？日本語？困ってます、助けてください。いやー、まさか財布を宿に忘れてきたなんて。いや、でも本当に助かりました。ありがとうございました。いえいえ、海外でのコミュニケーションはなかなか大変ですから。もう焦っちゃって、何がなんだか。あー、でもへこむな。4月から語学がめちゃくちゃ大事な仕事に就くのに。商社とか？いえ、外務省っす。なるほど。もっと勉強しないとな。このままじゃ全然ダメだよな。その感じ、私も経験済み。在ベトナム日本大使館の吉澤瑞希です。マジか、先輩ですか？うん。何か困ったことがあったら何でも聞いてください。じゃあ早速、あの、外務省ってどんな感じですか？どんな感じ？まあ、入ればわかるかな。そんな雑な。なんかイメージと違ったの。支払いの方、問題ありませんでした。あ、本当にすみませんでした。もう宿に戻ったらすぐお返しするので。すぐお返し。ラムヤ、ユサンスプランチャントラバンクロールサークロミントプランチャントラバンクロミントスクロコナチカミン。地雷の被害に遭ったようです。地雷？お父さん、大輝。え？大輝。大輝。ちょっと待てよ。離して。お父さん、離して。お父さん、離して。まさか日本人だったなんて。患者さんは久保浩太さんで、サンテピアプマラで畑仕事中に爆発に巻き込まれたそうです。あの子は息子の大輝くんです。日本もカンボジアの地雷除去活動を全面的に支援しているんですが、いかんせん数が多すぎて、この辺りの農村地帯までは行き着いていなくて。悔しいですね、本当に。
大輝くん。お父さん。お父さん。ねえ、起きてよ。お父さん。お父さん。お父さん。起きてよ。ねえ、お父さん。お父さん。起きてよ。起きてよ。ねえ、お父さん。起きてよ。在ベトナム日本大使館の吉澤と申します。邦人の保護お願いします。8歳の子供です。はい、父親が地雷の被害に遭われて先ほどフンバート病院で亡くなりました。母親はカンボジア国籍ですが数年前にお亡くなりに。はい、大輝くん。大輝くんは一人じゃないよ。約束する。私たちが絶対に大輝くんを一人にはしないから。操縦船の三浦課長から第9で WPS のコメントいただきました。 OK、 じゃああとは中東2と国境民が揃えばコンプリートやな。あと5分で定例会議始まるから急いでな。なんや、もうギブアップか。まさか国境民に言っとります。こら、走るな。イノシシか。それにしても旅先で偶然吉沢と会うなんて、月山もものすごい引きだな。本当ですよ。しかもかなり感化されたみたいですよ。そうか。待って、入ればわかるって。入ればわかるかな。あ、もう頑張れ俺。もう動けません。月山。はい。次。失礼しました。何でございましょう。新しい仕事だ。カンボジア・ベトナム経済協力会議。毎年行われる国際会議だ。今回は俺が事務局長を担当することになった。月山はカンボジアに行った経験もあるし、参加してもらうのに適任だと思ってな。おお、なんか責任重大ですね。その通りだ。会議と並行してテーマごとにセッションが行われる。いわゆる分科会だ。地雷の被害者に会ったそうだな。会ったっていうか、出会うこともできませんでした。亡くなってしまったので。
そうか。このセッションには学生や一般の方も参加する。その方々にカンボジアの現状や日本の技術協力について知っていただく大切な機会だ。築山にはそのセッションの準備を手伝ってもらう。わかりました。主席、ただいま戻りました。おお、帰ったか。ご苦労様でした。築山、こちら本村直美さんだ。カンボジアへの地雷除去技術協力を長期にわたって担当してきた。築山です。よろしくお願いします。よろしく。会議の間は本村さんが指導官だ。ゼロから教えてもらえ。はい。あの、何？帰ってきたばかりですよね。少しは休んだ方がいいんじゃないですか。あ、時差とかきつくないですか。人の心配より自分の心配したら。研修期間中に一刻も早く一つでも多く知識やスキルを身につけないとダメでしょ。確かに。なんか自分のためにすみません。足手まといになられると困るから。準備期間短いんだから一秒も無駄にできないから。ああ。で、これからどこへ。ジェイマス。ジェイマス。もたもたしないで。はい。ジェイマスは自衛隊 OB の方々を中心とした団体で、所属しているのは実際に世界各地で地雷や不発弾の除去を行っている人たち。なんか落ち着かないですね、こういうの見ると。いらっしゃい。道枝さん、ご無沙汰しております。本日はよろしくお願いします。よろしく。今世界にどれぐらい地雷や不発弾が埋まっていると思いますか。100万個ぐらいですか。1億個以上と言われています。そんなに。ええ。そのうちカンボジアには地雷が400から600万個。ベトナム戦争や内戦の際に埋められたとされています。これまで我々が除去できたのは地雷と不発弾を合わせて33万個。まだまだゴールまで遠い状況です。大丈夫ですよ。当然爆薬は抜いてありますから。そうですよね。カンボジアでは子供たちがこのタイプの不発弾をおもちゃと間違えて遊んでしまうこともあり、多くの悲惨な事故が日常的に起きています。その上、被害は爆発だけでは終わらないんですよ。地雷や不発弾によって負傷した人たちの人生は当然180度変わりますし、親を亡くした子供たちはその後生きることが非常に困難になります。路頭に迷い、人身売買の意識になったり、生きるためにマフィアやギャングに身を置くしかなくて薬物を売買したり。最近はカンボジアもかなり発展が進んでいるの。なのに何十年も前の戦争の名残が今の人たちの生活を脅かしている。負の連鎖も続いている。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn。
こんなのおかしいです。なんで罪のない子供たちや普通に暮らしている人々が傷つかなきゃいけないんですか。なんでこんなひどいものが存在するんですか。なんで戦争なんか。おかしいよね。誰もがそう思っている。なのに争いはなくならない。今もどこかの国が地雷を作ってばらまいて、また誰かが傷ついてる。そんなの許せません。不条理すぎます。そうね。だけどそれが現実ならば、私たちは世界各地の人たちが安心して暮らせるように、毎日一つでも多くの地雷を取り除く。現地の人たちが自分で自分を守れるように技術を伝え、除去活動を支援する。これが私たち外務省と JICA、ジェイマスさんの大切な仕事。でもそれってあまりにも時間がかかることじゃないですか。もっと今すぐできることはないんですか。もっとなんか、まずは知ってもらうことかな。それこそ今回の会議での私たちのミッションでしょ。久保浩太さん知ってるよね。はい、カンボジアでご家族が見つかった。すいません、急に。浩太さんのご両親が見つかったと聞いて、大輝くんの様子が気になって。私も昨日カンボジアまで会いに行ってきたところ、元気にはしていたけどやっぱり寂しそうだった。早く家族に会わせてあげたいね。はい。なんかあった？今日ジェイマスへ行って地雷のこといろいろ学んできたんですけど、その後ずっとなんか落ち着かなくて、もう思い出すだけで胃のあたりがムカムカするっていうか、なんていうか、はあ、許せないと同時に悲しくて仕方がないみたいな。はい。それと、自分はなんて無力なんだろうって思っちゃうよね。そうです、それです。なんでわかったんですか？同じ気持ちだから。もっと何かしたいのにできなくてもどかしいよね。はい。なんか悔しいです、すごく。焦んなくてもいいんじゃない？うまくいかなくて落ち込むこともあるだろうけど、毎日自分にできることをしっかりやればいいんだよ。そうすることで見えてくるものもきっとあるよ。そうでしょうか。ほら、そんな暗い顔しないで。お互い一歩ずつ前に進んでいこう。はい。あの、久保浩太さんのご両親に会いに行くんですよね。
僕も一緒に行かせてください。この度は心よりお悔やみ申し上げます。息子さんは日本を離れた後、東南アジアに渡りボランティア活動をしながら転々とされていたようです。10年前に結婚してカンボジアのサンテピアプ村で暮らし始めました。勝手に家を出て勝手に死んで、なんていう無責任なやつだ。あの、大輝くんっていうんです。コウタさんの息子さん。息子？はい、8歳でお父さんを失い、他に頼る人がいないんです。どうか引き取ることを考えていただけないでしょうか。月山、お願いします。息子とはとっくに縁を切りました。もう関わりたくない。そんな、大輝くんは別ですよね。せめて一度会うだけでも。お騒がせして申し訳ございません。また改めます。あの、やっぱりもう一度考えていただけないですか。月山！申し訳ありません。今はまだ。0点。僕だってそんな簡単に行くと思ってません。何度でも通います。そういうことじゃなくて、今のあなたが何度来ても迷惑なだけ。状況は変わらない。なんでですか。見えてないでしょう、あの人たちの気持ちが。ずっと行方が分からなかった息子さんを会えないまま失ったんだよ。大輝くんのためにどうにかしたいのは分かる。でもまずは相手の気持ちになって考えないと。もしあなた自身だったらそんな急に受け入れられる？頭冷やしなさい。これまで現地の知り合いから情報を集めて分かったことを共有します。コウタさんは写真を撮るのが趣味だったみたいで、頻繁に SNS にも上げていました。同じ空の下で生きているのに、なぜ人は争うのか。争うより協力し合って生きた方が何倍も素敵なことなのに、そんな簡単なことをなぜ人間は忘れてしまうのだろう。同じ気持ちだったんだ、コウタさんも。
お父さんのことどんなことでもいいから話してもらえないかな。お雑煮。え？お父さん、お正月にはいつもお雑煮を作ってくれるんだ。へえ、料理得意だったんだ。全然。いつもあんまり美味しくなくて、お父さん自分でもそう言ってた。なんか俺みたい。お兄ちゃんも？うん。お父さんはね、教えてもらった通り作ってんのに、お袋と同じ味にならないな、おかしいなって。で、また何か入れるんだけど、もっとまずくなっちゃって。面白いお父さんだね。うん。大輝くん、カンボジアの病院で外務省のお姉さんが言ってたこと覚えてる？大輝くんを絶対一人にしないって。約束する。うん、僕も約束する。頼りないかもしれないけど、できることは何でもする。絶対に諦めない。だから大輝くんも元気出して。うん。ほら。よーし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 。先日は勝手なことを言ってしまい、本当に申し訳ありませんでした。あれから息子さんについてさらに分かったことがありましたので、お伝えしたくこの手紙を書いています。コートさんは10年前、カンボジアで一人の女性と恋をし、大輝くんが生まれました。同じ村に住む方のお話では、何度か日本のご両親に連絡をしようと思ったそうですが、何の相談もなく会社を辞めて海外へと飛び出した手前、なかなか勇気が出なかったそうです。大輝くんも浩太さんから何度か聞いていたそうです。お二人のこと、自分は幸せだった、日本で大切に育ててもらったって。でもだからこそ、海外で戦争や貧困のせいで苦しんでいる人たちを見て、世界中の人にそれを伝えなきゃと思ったそうです。それで浩太さんはカンボジアの写真やコメントを日々 SNS に投稿し、世界平和の大切さを訴えていました。ですが、そんな中、現地で畑仕事を手伝っていた時に、地雷の被害に遭われました。手紙書いたんや。はい、せめて分かったことは全部お伝えしたくて。ゆっくりと時間をかけてご両親にも寄り添えたらと思ってます。で、それも迷惑って言われちゃうかもですけど。でも大輝くんのことはどうするつもり？関わった以上中途半端にはできへんで。はい、それなんですけど、大輝くん日本に来たいって言っていて、なので友人に頼んでクラウドファンディングで渡航費を募ろうと思って。ただでは転ばないな月山は。最初に会った外務省職員が吉沢だとこうなるのか。猪突猛進って伝播するのか。主席、なんて怖いことを。
これ以上イノシシが増えるのは困ります。いやいやいや、誰がイノシシですか。え、怖い怖いすいません。もしもし、月山です。あの、久保と申します。あ、お世話になっております。お願いがあるんです。大輝くんに会わせてほしいんです。いらっしゃい。入ろう。お腹空いてるよね。何か用意しますね。月山君。はい。息子が撮った写真見せてもらえるかな。今日も新しい景色に出会えた。言葉は全然通じない。でも一緒に笑った。本当にどうしようもないやつだ。子供を一人置いて死ぬなんて。はい、どうぞ。お雑煮食べてみたいかなと思って、お父さんのお母さんにお願いしたんだ。おいしい。これが本当の我が家の味。あなたのお父さんは何回教えても上手に出汁が取れなくてね。それできっと美味しくなかったんじゃないかしら。見てた。何が足りないと思う？分かんないよな。お父さんにも飲ませてあげたかったな。そうね。大輝か。うん。
いい名前だな。うん。セッションでこれをプレゼンの題材に加えていただけないですか。なぜこれを題材にしようと思ったんだ。久保さんの SNS を見て気づいたんです。僕が地雷や戦争のことを知った時に感じた怒りややるせなさ、久保さんも同じ気持ちだったんです。だから久保さんの思いを伝えることでもっと多くの人が共感しやすいんじゃないかと思うんです。それとうまく言えないんですけど、どうしても今伝えなきゃってそう思ったんです。わかった。本当ですか。ああ、やってみろ。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お兄ちゃん。お、大輝くん、おはよう。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞ。掘り出した地雷はその場で一つずつ爆薬を使って爆破処分します。そのような流れで地雷を除去していくのですが、こちらの防護服とヘルメットをつけて探知機を使った作業はとても重労働なんです。常に命の危険が伴います。日本政府は ODA 活動を通じて日々カンボジアや他の国々で地雷の除去作業を行い、現地の方々に技術提供を行っております。その経験を生かしウクライナの人々に対しても研修を行っています。この活動は今後のウクライナ復興にとって不可欠のものになります。さてここに描かれているのはとある日本人の親子です。ここからは私よりこの親子に詳しいものにバトンタッチしたいと思います。月山くん。え、代わって。無理です、無理です。そんなの自分の言葉でしっかり伝えたらどうだ。あの子と約束したんだろ、何でもするって。え、なんで知ってるんですか。さあな。ほらもたもたしないで。早行き。はい。おっとね、すいません、すいません。あとは任せた。ご紹介に預かりました月山です。外務省1年目でペーペー中のペーペーなんですが。あ、すいません、すいません。あ、しっかりせえ。すいません。頑張って。新人ですが少しだけお話をさせていただきます。この親子はカンボジアで穏やかに暮らしていました。カンボジアには地雷が今もたくさん埋まっていて、お父さんはその犠牲になってしまいました。残念ですがこれは現実のお話です。
久保浩太さん、亡くなった方のお名前です。今日本はたくさんの国から地雷をなくそうとしています。でもたとえ全ての地雷を取り除けたとしても世界から争いをなくすためにはもっと変えなければいけないことがあると思います。同じ空の下で生きているのに、なぜ人は争うのか。争うより協力し合って生きた方が何倍も素敵なことなのに。これは久保さんが残した言葉です。世界をつなぐのは僕たち一人一人の心だと思います。出会ったこともない、名前も知らない、そんな誰かの痛みや喜びや悲しみを想像して、その人の命を大切に思いやることができる気持ちです。今世界で起きている全ての争いを止めたい。これからの未来を平和な場所にしたい。僕たち一人一人が強くそう願い、行動し協力し合うこと、それがこの世界を変えていく力になると僕は信じています。確かに受け取った。仕事大変ですよね。辛いことありませんか？大変じゃないと言えば嘘になります。でも誰もが安心して暮らせる世界、戦争のない平和な世界を作るために自分にできることは何でもしていきたいと思っています。なんかバリバリっすね、吉沢先輩。未だに信じられん、あの吉沢がここまで立派になるとは。つい最近まで築山と大差なかったのに。え、本当ですか？ってことは俺も何年か後にはこうなってないとやばいってことですか？うわ、プレッシャー半端ない。ほら、昼休みはもう終わりだぞ。はい、はい、で、築山。はい。次の仕事だ。え、もうですか？当たり前だ。
今回は大臣肝入りのプロジェクトだ。大臣、次の仕事は誰か困って歩いていたら、訳を探すより一緒に歩いてみよう。平和、戦争や紛争がなく世の中が穏やかな状態にあること。なるほど、辞書にはこう書いてあります。たった一行に集約されていますが、これがいかに難しいことなのか、ドラマを見てよく分かりました。保健、栄養、防災、平和構築、日本政府はこれからも ODA 活動を通じてさまざまな国を支援していくことでしょう。築山君のような若者が新しい発想でどんどん行動してくれることを期待しています。また吉澤さんのように世界中の女性たちが安心して活躍できる環境づくりも重要な課題です。あ、ちなみに平和という言葉は僕にとっても思い入れのある言葉です。なんせピースの又吉ですから。あ、失礼。今晩は大好きなカツ丼を食べようと思います。好きな時に好きなものを食べられる幸せをかみしめながら。あ、皆さんも素敵な一日を。ノンフィクションのコーナーって向こうにあります。どういった本が好きですか？小説とか。小説、はい。